イカパンイカパンは群馬県伊勢崎市で販売されているファーストフード。発売開始は2008年11月3日で1日100から150枚ほどが販売されている。名前にパンと付いているが実際にはパンではなく見た目はお好み焼きに近い。強力粉を使った生地はグルテンをしっかりと生かしておりもちもちした食感があり、ごま、ピーナッツ、粗びき胡椒。 青のりで風味付けがしてある。具はイカが主体で発売前にはホタテや肉を使ったものも試作された。イカは食感や風味を生かすために本味と下足で刻み方を変えて調理している。怒ったパンダのイラストが描かれた横長の封筒状の紙袋に入り片手でも食べやすい工夫がされている。包装紙にはコーゲカルタをモチーフにした句が書かれている。現在は 伊勢崎市朝霞町にあるイカパン本店で販売されている。夕方は、部活帰りの高校生や、帰宅中のサラリーマンで賑わっている。また、小学生のたまり場になっているらしいメイン商品は、現時点で3種類。基本の生地は同じで、ノーマルなどと呼ばれている、ソースとマヨネーズで味付けしたいか、パン、千切りキャベツに、特製ドレッシングで味付けをしたイカパンクイーン。 冷野菜に加えチキンを挟み、和風ごま風味に仕上げたイカパンキング。ちなみに、本社である平成フードシステムは、献立表付き副食材料の配達や、委託給食、委託食堂、合宿用献立の立案、集荷、配送等、食材の卸を行っている会社であるイカパン販売店。ありがとうございます。